はい、今回もおっさんが気になるニュースをお届けしようと思います。最新エアニュースになります。2024年の3月25日月曜日になります。今回もエアニュースの方をダイレクト的にご紹介していこうと思います。気になるニュースがあればご覧の欄の方からご覧ください。 AM ラジオ番組でお聞きください。本日もですね、コアゴンがお届けしようかなというふうに思います。皆さんおはようございます。今回は私が最新のニュースを読み上げていきます。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、早速ですけど、まず一つ目のニュースです。新たな写真編集機能っていうお話になります。こちらの方どんなニュースなんでしょうか。こちらのニュースはフォーブスジャパン What's Up AI を活用した新たな写真編集機能を提供へ。 What's Up は AI を使用した新しい写真編集機能を導入する予定です。この機能によりユーザーは写真に芸術的な効果を追加したり、画像の背景を変更することが可能になります。さらに写真のスタイルを変更するツールや画像の拡大が簡単にできるようになります。これらの機能は現在開発中であり、近い将来すべてのユーザーに公開される予定です。はい、日本ではですね、あんまり有名ではない WhatsApp なんですけど、欧米の方ではですね、LINE の代わりに各、国でいくと、アメリカ系でね、行くとね、結構ね、WhatsApp かなり多い感じなのかなというふうに思います。なんで、日本では LINE っていうのがね、一般的なのかなと思うんですけど、そういう LINE みたいな感じのツールっていうふうに思っていただければいいのかなと思うんですけど、そこにですね、AI で加工して、アップできるような機能がもう実装されるっていうお話なんですよね。これね、入ってくるニュースは、多分 LINE 側も受け止めてるのかなと思うので、多分 LINE の方にもそういったような機能が出てくるのかなっていうのはちょっと思いますね。なんで、この辺ちょっと注目していきたいなというふうに思うようなニュースです。はい、次のニュースです。中国で iPhone に、Baidu AI というお話です。こちらのニュースは、読売新聞アップル、中国で販売の iPhone に Baidu の生成 AI 搭載を検討、中国市場での競争で優位になる可能性。アップルは中国市場での競争力を高めるため、中国で販売する iPhone に Baidu の生成 AI を搭載することを検討しています。中国語対応の AI を利用することで、アップルは中国でのプレゼンスを強化し、地元企業との競争において有利な位置を確保することを目指しています。この計画は現在両社間で予備的な協議が進められています。はい、こちらの方のニュースもですね、ちょっと面白いかなと思うんですけど、中国なんでちょっと Google がですね使えないというところもあってで、中国大手の Google みたいな企業なんですけど、 Baidu っていうね、中国で検索するんだったら Baidu っていうことなんですね。でこれが iPhone とくっついてで中国市場にですね、出てくる。でそこでやっぱりね、意外とね、皆さんご存知ないかなと思うんですけど、中国も結構ね AI すごいんですよ。で Baidu なんかもかなり生成 AI 進化してまして、それが取り入れられて iPhone として同化して出てくるっていうこともありまして、結構この辺はちょっと面白い感じになっていくのかなというふうに思いまして、このニュース取り上げてみました。日本ではね、やっぱり Google っていうのが一番なのかなというふうに思いますんで、 Google がね、ジェミニ搭載して入ってくるのか、もしくはね、ちょっとね、ここでは中国の Baidu っていう感じでやってるんですけど、中国はかなり自分のところの生成 AI が強いからっていうところもあるんですけど、日本があんまりそういうのがないんでね、魚 AI とかいろいろ出てきてますけど、まだちょっとその辺弱いのかなっていうところもあってで、どんな感じになっていくのかなっていうのはちょっと今年は注目したいかなっていうふうにニュースでした。はい、次のニュースです。はい、AI が人類、滅亡を企てるっていうお話なんですけど、こちらのニュースは、ギズモード、ジャパン AI が人類絶滅を企てる、頼みの綱はジェニファー、ロペス。ネットフリックスの新作映画アトラスでは、AI に不信感を抱くデータアナリスト、アトラス、シェパードジェニファー、ロペス演じが主人公です。彼女は反逆ロボットを捕らえるミッションに参加しました。計画は失敗し、AI から人類を守る唯一の方法として、AI を信じることになります。この映画は、AI が友好的かつ協力的な存在として描かれる現代の傾向に沿った作品です。はい、ですね、これね、事実の内容じゃなくて、 Netflix のなんかジェニファー・ロペスさんが出てる、ドラマか映画かみたいな感じの内容のやつなんですね。でこれがなんかAI が関わってるみたいで、今までね、その AI に関わってくるような、映画とかってそこそこ出てたと思うんですけど、ここに来てですね、生成 AI がかなり盛り上がってる中で出てくる映画なんで、かなり現実に近いような形で描写されてるんではないかなというふうに僕ちょっと思ったんで取り上げてみました。しかもちょっと年配の方とかね、アッパーの方にとってはもうジェニファー・ロペス
うたらね、まあ、聞いたことのあるのかなというふうに思う方だと思うので、ぜひちょっとねネットフリックスでもちょっと僕も見てみようかなというふうに思いましたので、もしよかったら皆さんもご覧ください。はい、次のニュースです。はい、子どもの不登校と AI 時代っていうお話です。こちらのニュースは、東洋経済オンライン AI 時代、子どもが不登校でも問題ない、本当のわけ、辛いこと嫌なことからは逃げてもいい。音楽プロデューサーつんくと連続企業家孫泰造の対談では、 AI 時代における従来型の学びに疑問を投げかけ、 AI 時代に必要な学びのあり方について議論されています。彼らは学校教育の固定観念を問い直し、個々人の眠れる才能を見つけ出し伸ばす方法について語っています。この対話は教育と学習の未来について新しい視点を提供します。はい、これですね、これでねお話しされてらっしゃる方が実はねつんくさんなんですよね。ね、今も声が出なくて結構ね書籍とかも出してらっしゃる感じらしいんですけど、まあ子どもについてのね不登校でやっぱりねその AI 時代なんでね、やっぱりもう 100% 学校行かないといけないのかっていうことは今はそうでもないなっていう話はね、ちょっと最近の傾向ではあるみたいなんですけど、やっぱりね、まあ行かなくても学習時代はできるのかなっていうところもあるので、まあそういうところでもね AI 時代の子どもたちの不登校っていうところでね、まあ嫌なことから逃げてもいいのかっていうところのね、昭和の人のおっさん連中は言うかもしれないんですけど、まあ逃げ道作ってもね、そこから逃げた先で生きる道があれば逃げてもいいんちゃうかなっていうようなね感じのことが僕は思うんですけどね。まあそういったようなね、ちょっといろんな観点でね、ここは書かれている、記事だったみたいなので、ちょっと取り上げてみました。まあご興味ある方いらっしゃったらぜひご覧ください。はい、次のニュースです。AI の安全規制っていうお話です。こちらのニュースは京都新聞社説、 AI の安全規制負けの影響を防ぐルール整備を。AI の急速な普及による社会への負の影響への懸念が高まっています。欧州連合 EU では生成 AI を含む世界初の包括的な AI 規制法案が可決され、2026年から適用される予定です。この規制は AI によって作成された画像の明示などを企業に義務付け、違反した場合には巨額の制裁金を課す内容を含んでいます。国際的なルール作りに向けた動きが加速しており、安全性確保に向けた法規制の重要性が強調されています。はい、ここに来てですね、今年入ってからヨーロッパの方でもですね、AI のですね安全規制っていうね、なんかそういう法律がね決まったりとかして、まあ、ヨーロッパの方って多分そのチャット GPT が出てすぐぐらいにですね、あの規制を行ったりとかっていう、結構ね EU 各国ではあの AI に関しては結構厳しい目を持ってらっしゃるっていう感じの、ところなのかなとは思うんですけど、まあ、日本と違ってねゆるゆるじゃないんですよね。結構きちきちにやってらっしゃるらしいんで、まあ、この辺はですね、まあ、もしかしたらヨーロッパがのその概念がねスタンダードになっちゃって、で世界中でねこういった形で進めていきましょうねっていうことでどん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 進んでいく可能性もありますんでね、まあ、この辺はちょっと注目してみないといけないのかなというふうに思いますし、日本もねまあ多分今から言えば、まあ、EU がね、まあ、つい、先月かなぐらいに、まあ、これ作ったんですけど、まあ、日本は多分2年後になるんじゃないでしょうかね。もうみんなでもないこうでもない、反対反対、お前ら裏金反対みたいなね感じのことでね言ってなかなか決まらないんじゃないかなっていうふうに思うんで、まあもうちょっとね余裕持ってできるのかなというのはちょっと思いますけど、皆さんどう思われますでしょうか。はい、っていうニュースでした。はい、本日はここまでということで、はい、簡単に5つだけご紹介させていただきましたけれども、たまにはこんな感じでもいいかなというふうに思ってます。はい、このチャンネルではですね、毎朝7時に AI ニュースの方をお届けしております。チャット GPT の内容とかですね、プロンプトエンジニアリングの内容とかですね、ジェネレーティブ AI の内容なんかを過去に、作っておりますので、もしよかったらそちらの方もご覧ください。2024年度はですね、生成 AI で道を切り開くということで、365日の方と名刺交換挑戦中であります。よかったら、ご連絡いただきましたら名刺交換してやるのかなと思いますので、ご連絡ください。あと、ポッドキャストの方でもですね、こちらの方の内容も、配信しております。よかったら、そちらの方もお聞きください。で無料のですね勉強会のご案内なんかも、させていただいております。で LINE 登録していただきまして、勉強会に興味あるとご連絡ください。その方に勉強会のご案内をお送りさせていただいております。毎週ですね、木曜日、夜の9時から、1時間程度で、勉強会やっております。本来であればね、なんかの勉強会のネタをちょっとやって、それの、延長上でなんかちょっとやろうかなと思ってますんで、どっかのタイミングでですねちょっと
ハウトゥー動画とか出せるかなというふうに思っておりますので、よかったら、そちらの方チェックして勉強会の方ご参加ください。はい、本日は以上でございます。ありがとうございました。今日も一日頑張ってください。Thank you.